皆さんこんにちは。プロゴルファーとして活躍している石川遼選手、一時期はかなりメディアでも取り上げられていました。しかし最近テレビなどでもあまり取り上げられず、見かけなくなってしまいました。一体現在はどんな状況なのでしょうか。今回は石川遼選手のこれまでの経歴や近況について調べてみました。まずは石川遼選手のプロフィールを見ていきましょう。石川遼選手は1991年9月17日生まれ、埼玉県北葛飾郡松伏町の出身です。身長175センチメートル、体重72キログラムで現在、カシオ計算機に所属しています。石川遼選手は6歳の頃に父親に連れられてゴルフ練習場に行ったのをきっかけにゴルフを始めました。小学校時代はゴルフ場に通って練習していましたが、中学校にはゴルフ部がなかったため、陸上部に足の筋力をつけるために入部し、並行してゴルフを続けていました。2004年に全国小学校ゴルフ選手権横岡なめカップで優勝し、そこから全国規模で上位に上がっていくことになります。2007年には、日本のプロゴルフ大会においての史上最年少優勝を達成します。2008年1月10日にプロ転向を宣言し、JPGA のプロゴルファー資格は2008年4月1日に取得しました。プロでの勝利数は13回、2009年には賞金王にも輝きます。同じく2009年は世界ランクも自己最高の29位になるなど、目覚ましい活躍をされました。当時ハニカミ王子の愛称で日本中から注目され、ゴルフ人口の増加やテレビ視聴率のアップに貢献したと言っても過言ではないでしょう。一時期毎日のようにテレビで特集されており、見ない日はないくらいフィーバーしていました。それこそ石川遼選手の一挙手一投足に注目が集まっていたように感じます。そして石川遼選手を見てゴルフを始めた方もとっても多いのではないでしょうか。石川遼選手は2016年3月2日中学時代の同級生だった一般女性と入籍し結婚しています。そんな石川遼選手、最近はめっぽう見かけなくなりました。実は2014年以降はなかなか思うような結果が出ず、怪我が原因で戦線も離脱してしまいます。2018年からは少しずつ復活し、2018年4月には千葉オープンゴルフで久々に優勝を飾ります。しかし2019年4月には腰痛により国内開幕戦の欠場を発表しています。この腰痛が原因で成績不振とも言われている石川遼選手ですが、その後に開催された日本プロゴルフ選手権大会セガサミーカップ JT カップでは優勝しています。ついに復活といった感じでしょうか。そして2020年の春からは新しいコーチと契約し、確実に手応えを感じているとのことです。全米プロ選手権の予選通過はならなかったのですが、今後の活躍に期待したいところです。さて石川遼選手の年収の推移を見てみましょう。一時期はかなりの年収だったのではないかと想像します。まず2018年度の獲得賞金は4769万2054円でした。結構すごい金額です。前世紀は1億円を超えていましたので、私たちはすごいと思っても石川遼選手としてはまだまだといったところなのかもしれません。ですが石川遼選手の年収はスポンサー契約でなんと10億円ほどではないかとも言われています。知名度の高さはかなりありますし、2018年度からは選手会長も務めていました。成績が残せなくても今はスポンサー料でかなり稼げているようです。しかし10億円ってとてつもない金額であり、それだけスポンサーがついていてまだまだ石川遼選手に期待している企業が多いということがわかります。前世紀はスポンサー料プラスメディアの出演料もあったと思われますので、想像を絶する金額の年収だったのではないかと予想できます。石川遼選手が結果を出せなくなった理由は他に何かあるのでしょうか。2019年当時、石川遼選手はもう引退していると思った方もいたと聞きます。それほどまでにパッとしなかったということの表れでもあります。最近見かけていなかったので心配していましたが、しっかりとゴルフを続けていました。しかし腰痛が原因でここしばらくはいい結果が残せていません。
2018年4月に優勝をしてからいい結果が出ておらず、2019年は開幕戦も欠場しました。この成績不振は腰痛が原因と言われていますが、2013年からアメリカに拠点を移してから成績が悪くなったとも言われています。アメリカでのプレッシャーがあるかもしれません。日本に戻って選手会長になってからは少しずつ成績も残しています。早く腰痛が良くなって以前の輝かしい石川遼選手が見たいものです。ここで一つの命題があります。それは石川遼選手は世界で戦えないのかということです。2013年から米ツアーに本格参戦していたプロゴルファーの石川遼選手、当時21歳、大きな期待を背負っての世界進出だったのですが、現在まであまり成績は振るわず、同い年の松山英樹選手に水をあけられてしまっている格好となっています。そんな石川遼選手について、米ツアーで日本人最高の3勝を挙げている丸山茂樹選手がテレビ番組で、日本では通じたけど世界では通じないと厳しい見方を示したことが話題となりました。丸山茂樹選手は2013年7月27日放送のバラエティ番組ジョブチューン、あの職業の秘密ぶっちゃけますに出演しました。プロゴルファーの裏側についていろいろとぶっちゃける中、パネラーのバナナマン設楽治さんが、石川遼君って前はバンバン勝っていたイメージがあったんですけど、最近なんか調子良くないのかなって思うんですけどと話を振りました。丸山茂樹選手は、正直に言わせてもらうと日本では通じたけど世界では通じないときっぱり断言していました。日本に来たら間違いなく今でも皆さんが強い石川遼だっていうのと同じパフォーマンスができると思うと日本での強さは認めていました。司会のネプチューン名倉潤さんから、それだけ世界はすごいんですかと聞かれると、ただものじゃないですみんなと返していました。確かに石川遼選手は米ツアーであまりいい成績を残せていません。2013年に入ってから19試合に出場していますが、そのうち9試合で予選落ちとなっています。5月の HP バイロン・ネルソン選手権では通算6アンダー10位タイの好成績を収めましたが、7月25日から28日まで行われた RBC カナディアンオープンでは予選通過者最下位の77位で最終ラウンドに進めませんでした。6月には国内の日本ゴルフツアー選手権にも出場しましたが、ここでもまさかの予選落ちを喫していました。一方の松山英樹選手は、2013年に出場した米ツアー4試合で予選落ちしたのは1試合のみとなっています。6月の全米オープンは通算7オーバーで10位タイ、7月の全英オープンでは2オーバーで6位タイ、 RBC カナディアンオープンでは9アンダーで16位タイでした。国内の獲得賞金ランキングでは当時1位を独走中であり、来季の米シード権獲得も視野に入っている状態でした。石川遼選手と松山英樹選手、どこで差がついてしまったのでしょうか。スポーツジャーナリストの菅谷仁さんは、体格と安定したメンタルを挙げています。石川遼選手は成長期を経て少年から大人の体つきになってきました。筋肉のつき方が変わると体のひねり方が少し狂ってしまうといいます。何ヤードも球を飛ばさなければいけないゴルフの場合、少しの狂いが最終的に大幅なズレとなってしまうのです。その点松山英樹選手はすでに体が出来上がっていて、確固たる自分のゴルフができていると言います。メンタル面では松山英樹選手は大学のゴルフ部で鍛えられた落ち着きがあると言います。石川遼選手は高校在学中からプロに転向し、世間から常に注目される存在だったこともあり、少し浮ついている感があると述べています。また同い年の松山英樹選手に勝たなきゃと意識しすぎ、余裕がなくなっているとも指摘しました。丸山茂樹選手の世界では通じない発言については、菅谷仁さんも、米ツアー本格参戦を表明した時点で無理だろうと思っていたと同調しました。4日間の米ツアーで好成績を残すにはスコア60台を全日出すレベルが必要ですが、石川遼選手は初日でかなり出遅れることが多く、強豪揃いの中残りの3日間で巻き返せないというのです。さらに予選落ちが多い現状では、
強い選手に囲まれて実戦を積む機会も減ってしまい、どんどん松山英樹選手との差がついてしまうといいます。また、Dツアーに出場する選手は、まずはアジアのツアーなどで土佐回りし、少額の賞金を稼ぐことから必死でやってきたという経験がありますが、石川遼選手にはそれがなく、ハングリーさに欠けるのが欠点だとも指摘しています。今後、石川遼選手が勝っていくには、スコアもメンタルも安定させ、自分のゴルフをちゃんとしていく必要があると言います。とにかく自分に厳しく愚直にゴルフをやっていくしかないと話していました。2017年10月13日の日本オープンで国内では1年3ヶ月ぶりの予選落ちとなった石川遼選手。ショットがまっすぐ飛んでいくと自分が一番びっくりする、まっすぐ行く方がたまたまな感じと語りました。10月初めの米男子ツアー入れ替え戦でも悔し涙を飲んでいました。来季のレギュラーツアーの出場権を本格参戦5年目にして初めて喪失したのです。ゴルフが下手になっているという言葉を口にしたのもこの時でした。再起をかけた国内復帰初戦が冒頭の日本オープン。初日は61位と振るわず、大会中にもかかわらずスイング改造を強行しました。その姿に焦りが滲んでいたのです。対照的に松山英樹選手は米ツアーで通算5勝を挙げ、トランプ前大統領が来日時には一緒にラウンドしたいと語ったと報じられるなど明るい話題が多いのが対照的です。明暗が大きく分かれていました。今やレベルが全く違うので比較が難しいですが、松山はフェアウェイをきっちりキープするのに対し、亮君はショットが曲がってもショートゲームの巧みさでリカバリーする。そこでハラハラドキドキさせてくれるのも持ち味だった。だけどアメリカのコースは池が多く、曲げて池に入れるとアウト。亮君はそれで崩れるパターンがあって、松山のような安定感がない、負のスパイラルですとゴルフ記者は述べています。ショートゲームの巧みさが長所だった石川遼選手、米ツアーを主戦場にして持ち味を失ったとも言われています。体の大きな選手に囲まれて彼らが飛ばすのを見て、もっとやらなければ自分も飛距離を出そうと、ちょっとずつ自分の形が崩れる選手が多いですからねとベテラン記者は述べます。続けて10年前アマチュアの時に国内ツアーを制し、2年後に賞金王になった頃の彼は少年で怖いもの知らずでした。ゴルフはメンタルのスポーツ、失敗の記憶が年々重なりますから、下手になるのはよくある話、そこからどうするかなんですと述べていました。いかがだったでしょうか。今回は石川遼選手のこれまでの経歴と近況について見てきました。現在は全盛期のようにあまりいい成績は残せていないようでしたが、年収はかなりのもので驚きました。石川遼選手はやはりアメリカでメジャー制覇することが夢だそうで、また日本でパワーアップをしてアメリカに戻ることを考えていると思われます。また調子を戻して大活躍する姿を楽しみにしたいところです。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。